はい、皆さん、こんにちは。バルサネ作家の視聴者しています、高田純です。今回なんですけども、とあるトップのプレイヤーをですね、ピックアップしてですね、皆さんに有益な情報をですね、発信していけたらなと思っています。で、その選手誰かっていうと、結論言うと、バルサのスペイン代表、ガビですね、インテリオールのガビについて少し発信していけたらなと思っていまして、まあ、やって若干まだ17歳、18歳かな、もう、なったばかりのガビがですね、こう活躍する中で、まあ、普段からですね、バルサの試合見たりとかして、ガビに注目して見てる選手の方、もしくは指導者の方多いと思うんですけども、皆さんどうですかね、いきなりなんですけども、まあ、ガビの凄さとはって聞かれた時にどういった回答を思いつけますかねというところで、まあ、もちろんですね、ああいったこう姿勢の部分ですよね、ファイターな部分だったりとか、やっぱりああやってね、戦う姿勢の部分でこうファンをね、魅了させる部分もあったりとか、まあ、もしくはこう仲間思いな部分だったりとかね、まだ若干17歳18歳でこう今のこう苦しいバルサっていうのを先頭立ってですね、まあ、チームを引き入れてる姿だったりとか、まあ、いろいろ引きつけられる部分は魅力的な部分はあると思うんですけども、まあ、それは少し置いといて、もう少しフットボールの、ね、中身の部分にフォーカスをして、僕がこうガビを見る中で、あ、こいつこれ絶妙にうまいなというアクションっていうのが、いくつか、まあ、あったりするわけなんですよ。で、結論を言うと、アクションの種類で言うとですね、このコントロールのバリエーションですね、ここに関してすごいこう意図を持ってね、幅広いコントロールのタイプを持ってるなっていう印象がありますので、まあ、今日は結論を言うと、このテクニックアクションのコントロールで、このコントロールって言ってもしっかりこう背景に意図を持った目的を持ったコントロールっていうのをすごいやるわけですよね、ガビは。そこのコントロールタイプ2つですね、順番に、実際画像を使ってですね、皆さんに共有していけたらなと思いますので、まあ、本当にある意味ガビってこう、ね、特別、体が大きい、身長が大きい選手でもないですし、まあ、走行距離こそね、こう、戦う選手ですから、長かったりしますけども、それこそこう、エンバペみたいにね、こう、瞬発的な、絶対的なスピードがあったりっていうわけでもないですし、何が言いたいかというと、こう、やっぱりこう、我々日本人のプレイヤーにとってもですね、まあ、ああやって、インテリオール中盤狭いスペースで、ああいったまあ、体格の中、こう、世界に、通じるプレーをね、あの若さでやってるというところから見ると、こう、参考にするべきポイントって、ね、やっぱりあると思いますので、まあ、そういった意味で今日、2つのコントロールアクションのタイプをですね、順番に説明していきますので、最後までね、ご覧いただいて、少しでも参考になることあればなと思います。はい、ということでですね、ここから、実際に、本題に入っていきます。少し画像をね、共有しながら見ていきたいなと思うんですが、まず一つ目のタイプですね、二つ見ていきますけども、一つ目のタイプがこちらですね、静的コントロールの相手のディフェンス感を超えていくタイプというところですね。で、まあ、ちょっと冒頭に押さえておきたいのが、この静的コントロールですよね。いわゆる言い方を変えると、足元に止めるタイプのコントロールになりますけども、なぜか我々こう指導者って、こう足元にボールを止めるなとか、こう現場でね、そういった類の指示を出しがちだと思いますし、なんなら選手の方もね、一度は聞いたことあると思うんですけども、この静的コントロール、足元に止めるタイプのコントロールっていうのも、しっかりと冒頭にも言いましたが、背景に意図さえ持てばです。持てさえすればですね、それこそ本当に有効な、有益なコントロールのタイプになり得ると。いうところで、そこっていうのはなぜかこう我々指導者って固定概念だけで物事をメッセージ、まあ発信するようなメッセンジャーになってしまうがちだと思うんですけども、この静的コントロールに関してもすごい有効なコントロールのタイプとして定義されてるわけですよね。で、まあそのコントロールの静的コントロールの一つのタイプという見方で、このディフェンス間を超えていく、2人のディフェンスの間を超えていくためのコントロールタイプっていうところ、ここっていうのが一つ目、ガビ超絶にうまいというところがあります。で、こちら一つ画像を共有してますけども、こう、まあちょっとね、見にくかったら申し訳ないんですが、左上から順番にこう、右回りに見ていただけたらなと思うんですけども、まずシチュエーションとしては、左サイドバックのジョルディ・アルバですかね、スペイン代表の試合ですけども、ボールを持っていて、そこからガビが今これ中心にいますね、ボールを受けようとしています。で、状況としては、このガビの前方に1名、黄色のディフェンスの選手と、後方にも1名いると、この2人に挟まれているような状況ですよね。こういった状況がありますと。で、こういった状況を打開すると、要するにこの二人の間を越えてゴールに向かっていきたいっていう明確な意図があるわけですよね。そこを達成するために、まずですね、ポイントとしては、実際にこの静的コントロールを行う前の段階ですよね。しっかりとこのディフェンス間にポジションを取っていると。それだけでも、こう、複数人二人を、固定する作用があるというところで、ここでがまず一つ目のポイントですよね。で、さらにそのポジショニングに加えて、右が二つ目の画像ですね。遠い方の足でこれ、間違いなく足元にコントロールしているのが見られるかなと思います。これで一度、まあ、静的コントロールを行うことで、どういったメリットがあるかっていうと、よりこの相手のプレスを自分に対して誘導すると。これ、矢印引いてますよね。後方にいた選手を、
要するに相手のプレスをかけてくる選手からすると、あ、ガビ足元に止めたなと、あ、これ奪いに行けるんじゃねっていう、まあ、心理状態から、こう一気にプレスに、誘発されるというところですよね。で、その瞬間に、まあ、奪いに行くというところで、ただ、まあ、一気にはね、なんだ、奪いに来ないので、こう、ブロックがかかるわけですよね。相手のプレスを固定するっていう言い方しますけども、その瞬間に、2タッチ目で、これ3つ目の下の画面ですね。一気に、リズムを上げてですね、ギアチェンジをして、ボールを前方にスペースに運び出すと。それで、この相手の、まあ、選手間を超えていくっていうような、プロセスになります。はい。で、まあ、ここ本当に超絶にうまくてですね、まあ、このシーンに限っては、このサイドからの局面切り、取ってますけども、ガビなんかね、インテリオの選手ですので、それをこう、ライン間で縦の関係性で一気にこう、超えていくシーンに、このね、ディフェンス間を超えるためのこの静的コントロールを行ったりとかっていうね、シーンも結構ありますが、これもう一つ大事なのが、この超えた後にさらに、いわゆる意図としては、最初に言いましたが、相手を超えてゴールに向かっていきたいっていう最終目的がありますので、コントロール2タッチ目で前に運ぶだけで終わりじゃなくて、実際にその後もこうプレスバックをしてくる相手の斜め前にボールを、ドリブルで運ぶ。ここっていうのもいわゆるコントロール5の、キーファクターとして一つ重要なポイントになりますというところですよね。はい、ということでここがまず一つ目のタイプですね。静的コントロールのディフェンス間を超えていくと。で、先ほども言いましたけども、これは何もサイドの局面だけじゃなくて、まあ、ライン間のね、局面を打開するためにも、すごい便利な、コントロールタイプになりますので、一つ参考としなればなと思います。で、二つ目ですね、紹介したかったのがこちらですね。同じく静的コントロールなんですけども、相手のプレスの後退を利用するタイプっていうところで定義をしています。で、本当にこのコントロールっていうのは個人的にかなり非常に興味深いコントロールのタイプで、ガビそれこそめちゃくちゃやります。で、特にこう、まあガビみたいにライン間でね、ボールの受けることの多いインテリオールの選手だったりとか、もしくはウイングの選手の中に顔を出して受けないといけないとか、そういったプレイヤーっていうのは一つこう育成年代、小学生年代から一つアイテムとして持っておくと、かなり便利になるのかなと。状況を打開するためのね、大きなソリューションになるのかなというところで、ぜひ聞いていただけたらなと思うんですけども、ちょっと画像をね、共有しながら、先ほどと同じようにですね、4つの画像に分けて見ていきますが、例えばですね、この、ライン間において僕こう四角形って表現をしますけども、四角形で、例えばインテリオの選手がボールを受けようとするじゃないですか、その際にこう縦パスが例えばセンターバックから入った時に、理想としては一気にね、こう前を向いてゴールに向かって、相手のブロックを越えていくというところで、できたらまあ理想なんですけども、やっぱり状況によってそれこそセンターバックの出し手のパススピードがちょっと詰まってしまって遅くなってしまったりとか、それこそね、相手ディフェンスのこう作ってるブロックのディフェンスの交代スピードがものすごく速くて、ワンタッチではこうライン間で受けれたもののコントロールで前進できないみたいなシーンっていうのは多々あるわけですよね。そういった際にこの有効なのが、この交代してくる相手のプレスの、まあ、重心ですよね。を逆手にとって、一気に自分が前を向いて越えていくと。このコントロールテクニックですね。これすごいガビありますし、めちゃくちゃうまいなと思います。ちょっとま、見ていきますけども、左上ですね、まずこの白色で記しているところがガビのポジショニングになります。で今この左サイドバック、パウトーレスかな、ボールを持っていて、こっからこう、ライン間、まあ、こう四角形って僕呼びますけども、で、ボールをガビがね、顔を出して受けようって言った主張になります。で、この際に、いわゆるこのライン間でね、ボールを受けた際に、それこそ相手よりも、相手っていうのはこの2ラインある中で、手前のラインですよね。の、前方、それより前、いわゆるしっかりとライン間の中心でボールを受けると、そのままね、コントロールして斜めに入って、ゴールに向かって前進できることも可能かもしれないんですけども、この状況のように、ガビのように、交代してくる相手、ね、と、同ラインに今ガビほとんど立ってますよね。もしくは距離がこうかなりコンパクト、近い状況だと、やっぱり一気にボールを受けて、そうコントロールしていくような状況でちょっと難しくなってくるわけですよね。その時に、こう、右側行きますね。あえて足元に、前じゃなくて足元に静的にコントロールをして、相手の重心を逆手に取ると、バックしてくる相手の、この黄色の選手の重心を逆手に取って、相手を剥がすと。で、その後に自らがクッとね、反転をして、2タッチ目でこう、クリッと反転をして、ゴールに向かって前進していくっていうタイプですね。これはすごいガビめちゃくちゃやりますし、ぜひね、皆さんもバルサだったりスペイン代表の試合見るとき、注目してみていただきたいんですけども、すごい便利なアクションになります。まあ、こんな感じで、
言ってしまうと、一つ目に、説明したタイプもそうですし、今見たのも、やっぱりここのリズムの変化だったりとか、まあ相手のこう、プレスの、まあ状況っていうのは逆手にとって、やっぱり絶対的にスピードがないような選手っていうのは、こういった工夫をしながら前進をしていくと、こういったソリューションを持つっていうのは、すごいやっぱり、自分にとってのね、プレーの幅を増やすことにもなりますので、すごい参考にすべきなのかなと思っています。あとは同じくですね、先ほど一つ目もありましたが、コントロールした後、反転した後のキーファクターとして、やっぱり前進していきたいというところがありますので、反転だけで終わるんじゃなくて、こう、一度越した相手の、まあ、斜め前にね、ボールを運び出さえすれば、まあ、ファールになるか、もしくはそのゴールに向かって運べるようなメリットも生まれてくれますので、そこまでも含めて、トレーニングできればよりベストかなと思っています。はい、ということですね、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はまあ、バルサのね、ガビを少し取り上げながら、まあ、ガビ以外にもですね、同じようなコントロールタイプ、コントロールタイプをね、行うトップのプレイヤー、特にこう、中盤でね、狭いスペースで、まあ、そこまで、まあ、スピードに自信がなかったりとか、いう選手が行うタイプとしてある2つのコントロールテクニックっていうのを今日紹介してきました。で、何度も強調させていただきたいんですけども、このテクニックアクションっていうのは結局戦術と切っても切り離さないっていうね、概念がありますので、しっかりとこういった背景に戦術意図って言われるものがありますけども、意図を考慮さえすれば、やはりよりね、このコントロールにしても有効なアクションになるかなというところで、しっかりとこういったテクニックアクションに意図を持つっていうのは、こう特に小学生年代から習慣づけしてですね、なんとなくこう足元に止めるだけだったらやっぱり意味がないっていうところで、こんな感じでしっかりと意図を持って工夫をしていくっていう癖をね、つけていくと、まあ高学年になって、来てもですね、選手の方はプレ、苦労しないのかなというところで、まあ、逆に言うとこう指導者はね、そういったところも含めて、指導さえ、できればすごい有効なものになるのかなというところで、今日は2つのタイプをですね、ガビの例を挙げながら紹介させていただきました。ということですね、今日の動画はここまでにしてですね、また次の動画でお会いできたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録の方されてない方いましたらですね、ぜひしていただけたらですね、嬉しいかなというところでよろしくお願いします。はい、それではまた。